初代若野花見騎士、本名、花田勝次3月16日から2010年9月1日は、青森県弘前市青女子出身で、入門当時は、二所の関部屋に所属した大相撲力士、第45代横綱。身長179センチメートル、体重107キログラム。血液型は B 型。弘前市名誉市民。土俵の鬼と呼ばれた。 戦後最軽量横綱である。引退後、双子山部屋を創設し、弟である大関、初代高野花、横綱、二代若野花、横綱、高野里、大関、若島面を育て、日本相撲協会の理事長を務めた。第65代横綱、高野花と、第66代横綱、三代若野花の二人は追いに当たる。愛人関係にあった。 韓国人女性との間の息子が藤島部屋に入門し、1989年3月初土俵。若強しの嗜名で幕下まで昇進した。青森の林檎園農家に住人兄弟の長男として生まれた。しかし、1934年の室戸台風のため、作物が全滅。一家は破産状態で北海道室蘭に移住した。 沖縄市などの力仕事を行い、戦争で、昇意軍人になった父に代わって、家計を支えていた。普通の男が70から1 1 0ラムの鉄鉱石や石炭を担ぐところを国民学校を卒業したばかりの花田はすでに1 5 0ラムも、担いで何度も往復し、ついに仕事で担ぐ荷物の重さが2 0 0ラムに、達するなど後に相撲で発揮する。 身体能力の変人を見せていた。大人の場合は稼いだ一方で、鉱石の入っているタンクに落ちて、死んでいくのはこういう気持ちかと思うこともあり、3000ボルトの電圧に触れて、頭をハンマーで殴られたように吹っ飛ばされたこともあるなど、入門前から何度も、生死の境をさまよう経験をしていた。1946年、大関、 佐賀の花ら二所の席一門の巡業でも要された相撲大会に飛び入りで参加、本職の力士を数名倒してみせた。当時の花田は、上勢はあったものの体重は7グラムぐらいと推定され、本職の力士を倒したとはいえ自分より、はるかに体格の良い人間にはかなわず、その頃の花田を草相撲で倒した経験のある人物の中には、復員してきたばかりでのちに、 JRA 検証はマルゼンスキーを生産し、元スピードスケート選手、参議院議員の橋本聖子のジップでもある、橋本全吉もいた。とはいえ、本職の力士を倒したことが大の海の目に留まり、働き手を失いたくない父親の反対を押し切って、上京し、杉並の新税時に曲がりしていた二所の関部屋に大の海のうちで主として入門した。条件は、 三年で関取になれなければ帰るというものだったという。若野花の個名は、大の海の若い時の名を譲られたもの。このため、後年、若野花、若野花は全部で何人かという問題が取り沙汰された。もちろん、彼を初代とする数え方が一般的ではあるが、自身は、師匠が、初代、自分は二代目と数えていたらしい。入門後は、 二所一門の荒稽古によって力をつけた。当時の部屋の幕内には、神風、力道山、佐賀の花、こと二式など、分岐独立を念頭に置いて、内弟子を厳しく鍛えていたものが多く、稽古は、本、場所さながらの様子を呈していた。入門直後に開催された、双葉山の引退相撲を3階から見学すると、上から見た世紀の大横綱が意外に小さく見えて、 小さい体の自分でも努力すればやれるのではと奮起した。最も,も彼をしごいたのは後にプロレス入りする力道山で、これは成績不振に陥った場所後に景気づけに兄弟子の琴ヶ浜と蕎麦を食べに行こうとしたところを力道山に見つかり、夜逃げと勘違いされて目をつけられたからであるという。ある時あまりの猛稽古で土俵に張ったまま立てなくなったが、 それでも容赦がなく、このままでは殺されると、力道山のすねに噛みつき、回し姿のまま部屋から脱走して、近くの隅田川に飛び込んだという逸話がある。一説には、後のプロレスラー、力道山のトレードマークである黒タイツは、この時の古傷を隠すためだったとも言う。本人も、力道山からの援助、教えは身に染みたと実会している。後に、 大関となることが浜との稽古も凄まじいものだったという。当時は高砂と二所の席で合同の巡業を打つことが多かったので東富士にも可愛がられた。鏡里もまた若の花によく稽古をつけていた。1946年11月場所の初土俵から格段優勝に近い成績で1949年5月場所に家族と約束した3年より、 約半年早く十両に昇進、二所の席一門の創始者である、大師匠、玉二式の明け荷が送られた。この間、初めて番付に乗った1947年、五月場所で一度だけ負け越したが、その後は幕内上位に進出するまで負け越すことはなかった。太平相手にもがっぷり四つで対抗する力士であった。下半身の強さ、特に膝のバネに、独特のものがあり、 技能力士とあだなされた。足の筋肉のつき方は見事であり、これは、室蘭時代の船板の上での労役によるところが大きいとされる。その必殺技として、名高い呼び戻しを実際に食った体験者である、ナルト海などが腕力でなく、下半身からの力で投げ捨てられる感じと証言している。たわらに、足がかかってもそれ以上は後ろに下がらない足腰を、指して、 かかとに目があると評されたこともある。本来は、左四つであったが、上位と顔が合う地位になってからは、右脇が固い先輩横綱の千代の山を攻略するために右差しを研究。1953年1月場所の千代の山戦は、それが功を奏した一番と言われる。この、技能力士の他に、若き日は、狼のあだ名があった。一説に、力道山のすねに噛みついた。 最の様子が狼のようだったからともいう。後に、ウルフのあだ名を持つ千代の富士が出世する際にこのあだ名がクローズアップされた。各界には動物のあだ名がつくと出世するという言い伝えがあるが、若の花はその言い伝えを証明するかのように番付を上げていった。1953年、師匠の大野海が引退とともに二所の関兵屋から独立し、 花籠部屋を創設するとそれに従うが、当初は小部屋ゆえの苦労が絶えなかった。巡業も引き受け先が見つからず、日本一の貧乏部屋と言われながら偏僻な土地に出かけて、部屋の若い主相手に胸を貸す稽古を延々と続けたという。1955年秋場所、千代の山と引き分ける1955年9月場所、西関分けで10勝4敗1分。この1引き分けは横綱。 千代の山と水入り取り直しの計17分15秒に及ぶ前代未聞の大相撲の末だった。この相撲を評価され、場所後に関脇松登りと共に大関に昇進する。昇進前3場所の通算勝ち星は28勝なので、現在の目安で言えば甘い昇進だったことになる。当人も大関になれるとは思いもよらず、番付編成会議の朝、 家族と共に旅行に出かけようとしたところを新聞記者に呼び止められたという逸話が残る。慌てて伝達式に駆けつけたことと当時昇進伝達式の工場が定型化していなかったことが重なって大関、昇進伝達式ではありがたくお受けしますと飲み発して推挙状を受けたという。1955年11月には父が死去し母に懇願されて室蘭の家族を引き取った。 こうして、室蘭の家族6人と自身の家族4人、合わせて10人の生活が、新大関となった、自身の肩にのしかかった。しかし、新大関の1956年1月場所は、他の2大関が負け越す中、優勝した横綱鏡里に1勝3の13勝2敗、大関推挙が失敗ではなかったことを自ら、証明してみせた。1956年夏場所、 初優勝時の優勝パレード翌3月場所場所も12勝3敗で優勝決定戦に出場。他の出場者は関脇朝潮と東前頭15枚目、若葉黒で、これは昭和生まれで最初の幕内優勝を争う決定戦ともなった。若の花は若葉黒に分かったが、朝潮に敗れ、朝潮がそのまま若葉黒にも連勝して優勝を決めた。 次の5月場所も12勝3敗で、全頭9枚目、大明キラとのこれも、昭和生まれ同士となる決定戦を制して初優勝。朝潮に遅れること一場所で二人目の昭和生まれの幕内優勝力士になった。両国を離れて、山の手に優勝旗が運ばれたのは、初めてのことで、大梅街道には、数十万の見学者が集まったことで、都電は、ストップ。 若の花を乗せたオープンカーは新宿西口から阿佐ヶ谷の花籠部屋まで3時間かかるほどの大騒ぎとなった。翌9月場所に横綱をかけたが場所前に長男がちゃんこ鍋をひっくり返して火けで亡くなるという悲運に見舞われる。稽古どころではなく本場所出場も危ぶ生まれたが出場強行愛知の名を記した地図を下げて場所入りし支度部屋で ほとんど一言も発しないその姿は聞き迫るものであった。水入りの苦戦を強いられることの多かった、前頭5枚目では金をあっという間に寄り切るなど初日から12連勝。連続優勝と横綱は確実、あるいは全勝優勝なるかと思われたが、扁桃1 0円を発症。高熱に襲われ13日目を休場。 千秋楽には出場の意欲を見せよ横綱土地しきと割が組まれたが当日病状が悪化してやむなく休み、不先輩、結局十二章に敗一休に終わる。綱取りは夢と消えたが皮肉にもこの悲劇が数を下げた名力士として若の花の人気をさらに高めた。翌1957年には日活が映画若の花物語土俵の鬼を制作。 若の花自身も出演した。先輩横綱の羽黒さんは、若の花が立ち直れたのは、前世紀の頂点にあったからこそであり、これがもし下り坂での出来事ならガタガタと落ちていった、という趣旨のコメントを残している。映画、若の花物語、土俵の鬼に出演した、若の花同年9月場所より、若の花に改名。画家図占いで進めてくれる人があったのと、 愛知の一周期を機に、新規一点を図るためと言われている。1957年11月場所は12勝3敗の優勝時点で、翌1958年1月場所は13勝2敗で2回目の優勝を果たし、場所後、第45代横綱に推挙される。この1月場所直前に横綱審議委員会は、横綱推薦の内規を定めていて、 その適用第一号となった。この審議では、7人の委員のうち船橋誠一が、大関で2場所連続優勝した場合という原則を、崩したくないとして、強行に反対し、他の委員が船橋を説得にかかり、最終的に委員長の坂井忠正に裁定を一任するという形で、船橋が折れ、翌日の番付編成会議に、坂井が出席して横綱推薦の答申を出した。 昭和生まれで最初、かつ戦後に初土俵を踏んだ最初の横綱である。昇進時の工場は横綱として恥ずかしくない相撲を取りますであった。横綱は他の力士と違って降格を許されない地位であり、負け越せば引退以外に道はないため、自分が養うべき家族のことを考えて推挙を受けるべきかどうか、かなり悩んだという。 若の花は横綱推挙を受けることにしたが、問題があった。横綱は自分専用の三つ揃え、化粧回しが新調されるまでは1問の先輩横綱から借りるのが通例だが、二所の席一門からは、玉錦以来実に20年ぶりの横綱、しかも玉錦の3つ揃いの化粧回しは、戦時中の空襲で焼けてしまって、使用不能であるばかりか、困ったことに、 土俵入りを指導する、先輩横綱も一門にはいなかった。横綱昇進に際して、どうしたら良いか分からずにいた若の花を助けたのは、理事長の時津風とその弟子鏡里だった。事情を知った時津風は自ら土俵入りの指導を引き受けてくれたばかりか、繊細で唯一焼けずに、完全な形で残っていた、自身の三つ揃えの化粧回しを貸し出すという計らいをしてくれた。 土地二と赤の花の両者ともに入門当初は親方衆から十両からせいぜい小結びまでと予想されるなど出世に対する期待は凡百のものであった。後の白鵬や明けぼの高が入幕前から注目を集めたのに対して土地の若戦が各会を背負って立つ看板カードになると予想したものは少なかった。 1950年9月場所では土地二式が東前頭3枚目、若野花が東4枚目と番付で並びながら取り組みが組まれなかった。それでも1951年5月場所の初対決がいきなりの大勝負、次の対戦も水入りの末に番号取り直しと土地二式との取り組みは常に大熱戦であった。技の打ち合いとしのぎ合いで激しく、 土俵を動き回る領友の姿はたちまちファンを魅了し、当時登場したテレビの魅力を発揮するのにもふさわしいものであった。北の富士によると、土地の和歌の取り組みを見たいがために30万円で、ダフ屋からチケットを買った人がいるほどである。初土俵が遅かったこともあって、番付面では常に土地二式が上を行っており、大関、横綱とも常に惜しいところで、 土地二式のために星を落として逃してきた。一方の土地二式にとっても何度も全勝や優勝を阻まれた相手である。大関昇進、初優勝とも土地二式の球場で対戦のなかった場所で優勝や昇進のかかる相撲で若の花が初めて土地二式に勝ったのは横綱昇進を決めた1958年1月場所でのことだった。お互いに 横綱となってからも、この最大のライバルと常に名勝負を展開、特に年6場所となった1958年以降は、毎場所のように二人で優勝を分け合い、戦後最初の黄金期である、土地、若時代を実現する。現在でも、この二人で築き上げた一時代に対する評価は高く、これを上回るものは、まだないと考える人も多い。 1958年7月場所千秋楽は、土地二式と相星対決を行ったが、1909年6月場所の優勝学制度開始以降、横綱同士の千秋楽賞星対決は、史上初。この一番は、立ち合いさっと左四つ、土地二式が先に右上でを取ってそのままがっぷり四つ。土地二式が釣り目に攻めたものの、若の花は難なく残すと体を開き、 左ベタからひねりながらの強烈な右上手投げで若野花の勝利。1959年5月場所、初日から14連勝の栃地式を千秋楽に下して優勝決定戦に持ち込み逆転優勝。これは史上初めてのケースだった。1960年3月場所では共に14連勝同士で千秋楽に対戦。これも 史上初となる横綱同士による千秋楽全勝対決を寄り切りで制して初の全勝優勝を達成。当時この取り組みは相撲し始まって以来の世紀の決戦と言われた。この決戦の前夜、若の花は緊張と不安でどうしても落ち着かず少しでも気分を紛らわそうと映画館へ向かった。中に入るとやけに大きな体をした人物が前の席に座っている。 頭に曲げがあったのでもしやと思ったら、土地にしきだったという。これを見て、土地にしきも自分と同じように不安な気持ちなのだと知った若の花は、すっかり緊張が解けて気分が楽になり、翌日は落ち着いた気持ちで決戦に臨むことができ、見事に勝利をつかむことができたという。後日談として、この時の映画は、若の花は西部劇だったといい、土地にしきは、 ドイツの恋愛映画だったと証言が食い違っている。一説にはジョン・ウェインのアラモだったのではないかとされている。土地若は共に優勝10回、全勝1回、連勝記録24。直接の対戦でも若の花の15勝19敗だが、うち1敗は前日の1956年9月場所の不先輩であり、若の花には他に決定戦での一勝があって、 これらを踏まえると実質16勝18敗とほぼ互角だった。大関昇進までは11勝4敗の成績が最高だったが、大関昇進以後解禁した場所はすべて2桁の勝ち星を残し、大関時代の勝率が785、横綱時代には794と地位が上がるにつれて強みを増していった。しかし忘れてはならないのが、 同時代に横綱を張った朝潮の存在である。1956年3月場所、最初の優勝決定先進出の際に、関分けだった朝潮に敗れてから、微妙なところで朝潮と縁があった。1958年11月場所には、12勝1敗1分で、迎えた、千秋楽、13勝1敗の大関、朝潮と対戦。勝てば3連覇と、 全六場所制覇を成し遂げるところだったが、敗れてしまう。1958年9月場所は、初の全勝優勝を目指し千秋楽に朝しと、対戦したが敗れてしまい、優勝こそすでに決まっていたが、夢の全勝は阻まれた。1959年5月場所で千秋楽に、土地式を本割、決定戦と連勝し逆転優勝となったのは、実は13日目に、 若の花が朝潮に敗れていっぱいとなったからであるし、1960年3月場所の全勝対決も朝潮が途中休場したことによって、両者の対戦が千秋楽になったためである。このように影の存在を強いられた朝潮あってこそ、土地の若時代も際立っていたと見ることもできる。土地の若全対戦一覧、土地の若領有の対戦は、1951年、 5月場所から1960年3月場所の40場所間で34回実現し、千秋楽両者優勝圏内の対戦が5回あった。また、両者の相撲は水入りになることが多かった。千秋楽は千秋楽結びの一番を示す。栃地式の引退直後は3場所連続で13勝2敗、2度の 優勝を果たすなど、土地の和歌吉時代から第一人者として一時代を築くかと思われた。しかし1960年11月場所を9日目から、途中休場、翌場所こそ12勝3敗と健在を示したものの、その後は優勝争いに絡むこともなくなっていき、11勝前後の成績が多くなる。体力的な衰えというより、 土地二式というライバルを失い気力の張りがなくなったことが大きかったという。新鋭の柏戸の鋭い出足に脅かされることも増え、その大関昇進前までは、若の花の4勝2敗に対して大関昇進後は2勝4敗と、若い力の台頭にも押され始めた。このように、土俵の鬼と言われた若の花が引退を決意したのは、1962年1月場所。 あと第代49代横綱となる、関脇の土地の海に負けた相撲であった。倒れそうになったら、足を出して負けた方がマシと考えるほど土俵で倒れる、ことを極端に嫌っていた若の花が、土地の海の見事な連続技で、土俵中央で転がされたのだった。何しろ、それまで、土俵の真ん中でこけたことはなかったからね。それをやられたんで。 こりゃいかんと思ったと赤の花は語ったという。1962年5月1日、花籠部屋で記者会見を開き、昭和37年5月場所の土俵に上がらず、体力の限界を理由に現役を引退することを表明した。横綱として、最後の9場所優勝なしでの引退は、土地式のそれと比較され批判もあったが、現役中から2枚観察で春日の部屋を、 継承していた土地二式と違い引退後の独立に備えなくてはいけなかったこと、後輩横綱の朝潮が後を託すには安定感を欠いていたことなどの事情があってのものだった。幕内通算546章は土地二式の513章を更新する当時の最多章記録だった。師匠の花籠は私の苦労の道は若の花の努力の道である。 若の花との一心同体の経営が、花籠部屋を築き上げた。と述べており、花籠親方が、食料調達など経営に勢力を注ぎ、稽古場はもっぱら部屋頭の若の花が、本家、二所の関部屋仕込みの二所の荒稽古で指導した。孫弟子にあたる高の花は、花籠親方とうちの師匠ほど仲のいい師弟はいない。と述べている。引退と同時に、年寄り、 双子山を襲名し、花籠部屋から独立して、近所の杉並区西州三丁目に双子山部屋を起こす。独立に際して、師匠花籠とは、連れて行く弟子について話をつけていたので、ついて行きたいと志願しても連れて行けない弟子数名を、お前たちのような弱い連中は、連れて行かない。自分で探した、若い者を、俺の手で育てるから、となくなく突き放して、綺麗な独立を果たした。 花籠部屋から双子山部屋の分家独立ほど円満な、独立は珍しかったという。部屋での指導の厳しさは大変なもので、稽古の時間になっても起きない弟子がいれば、布団を剥がして、起きるまで竹ぼうきで殴り、それでも起きなければ布団が赤くなるまで殴りつけたという。親方としては、まだ若かった頃は、自らも回しをつけて、稽古土俵に降りて、指導をしたこともある。 取り方は自由であったが、稽古は1日50番を行うことを前提としており、技術指導に関しては、井筒部屋の元幕下、人口で、実業家の村上光明が、素質感あれば、相撲の方なんか、教えないで放っといても身につくと双子山本人が、語っていたことを、座談会で明かしている。弟子たちがあっさり土俵を割れると、俵の外は、千尋の谷底だと思え、 落ちたら死ぬんだぞ。そう思えばもっと頑張れるはずだと怒り、本場所で土俵際で負けた力士には、土俵際こそ相撲の醍醐味じゃないか。そこで力を抜くバカがいるのかと知ったした。一方で若野花騎士と同じ夜行列車で連れてきて、糖尿病を患った高野里に対し、まだ幕下以下の力士であった頃から、糖尿病治療食のメニューを認めるという極めて、 異例な計らいを行うと、弟子思いの一面もあった。同じ一門の離れ駒部屋の横綱である大野国に、対しては、佐渡が、学区が横綱土俵入りの指導をしている最中に、好きにやれ。横綱がやれば、それが、横綱土俵入りだ。と一括するという、大らかかつ豪快な助言を行い、1989年、 9月場所に7勝8敗と横綱で解禁負け越しを、喫した際に隕石引退を遺留するなどかなり理解、ある態度を示していた。実定である大関、高野花が横綱、北の海と優勝決定戦の末に初優勝した際、当時まだ審判部副部長であったが、高砂審判部長の粋な計らいで、優勝期授与の代役を任された。1972年に、 役員待遇となり、審判部副部長に就任。同職は2期務めて、1976年に理事に当選すると、巡業部長に就任。巡業部長も2期務め、1980年に師匠、花籠が定年にこうむるために理事を退任すると、花籠が務めていた協会ナンバー2の事業部長に就任した。かつてのライバル、春ス理事長は双子山を徴用し、 両国新国議官建設の頃は、春日ガノ理事長、双子山理事長代行として相撲協会を引っ張り、幹部の土地、和歌時代と呼ばれたこともある。この背景には、1974年の春日ガノ理事長、選出時に、二所の関が伊勢ヶ浜を、ハンデワの海候補として擁立しようとした中で、師匠の花籠と共に二所の関と田元を分かって、春日ガノ理事長誕生を支持して、 主流入りした経緯がある。ナンバー2の事業部長時代には、理事長のカスガノと共に、両国申告議官を受け負った鹿島建設の社長に、今日は社長を任しに来た。横綱後人係というのがあるが、社長には土地の赤二人がかりです。と交渉し、建設費を11億5000万円減額させた。両国申告議官落成当時のカスガノ、 双子山の二人を追跡した NHK 特集土地の和歌から申国議官を動かす親方たちからというドキュメンタリー番組も制作されたこともあった。申国議官会館直前の1984年1月場所から7月場所までの4場所は、春日の理事長が長期入院で休場したために双子山事業部長が理事長代行として協会ご挨拶や、 表彰式の支配敗退を担当。1月場所は、高野里春栄。3月場所と7月場所は、若島津六尾と双子山の弟子が優勝して師匠から、弟子への支配敗退が実現した。唯一、この間で、双子山の弟子が優勝しなかった5月場所は、北の海敏満が優勝して、北の湖への最後の支配敗退も担当した。ナンバー二の事業部長就任以降、 事実上の理事長代行のポジションだったが、1986年からは、肩書にも理事長代行が追加された。両国国技館の完成から3年後の1988年2月、春日野は定年まで余力を残して、あっさり相談役に退き、双子山に理事長を全上した。各界の保守本流である、出羽の海一門が何人も就任した理事長に、 万年野党と言われた、二所の関一門の、しかも傍流である二子山が理事長になったことは、画期的なことだった。現役時代は、小部屋の悲哀を味わったが、部屋頭として引っ張った花籠部屋、自らが創設した二子山部屋、離れ駒部屋から、二子山が理事長に就任する時点でも横綱、三王関をはじめ体制の関取を排出して、阿佐ヶ谷勢と称される。 一大勢力を築き上げ、東の両国、西の阿佐ヶ谷と言われた大相撲の拠点に、育てた立役者としての実績を、春日の以下で若い一門も高く評価したこと、1974年の理事長選出とその後の春日の体制への協力に、対するご礼、将来の出羽の海体制の基盤強化なども踏まえ、春日野が理事長を前上したと言われる。理事長就任直後の4月24日には、 国技館で、官暦土俵入りを披露した。露払い、鳴ると、立ち持ち、間垣きと、横綱に育て上げた自らの弟子を従えた。理事長としての業績は、土俵の美を追求して、立ち合いの正常化に努め、待ったの制裁金導入や行事に、手をついてと、掛け声させたことが特筆される。なお、春日野は1990年、1月場所中の同年1月10日。 定年目前の64歳で脳梗塞により逝去。記者会見に臨んだ当時の双子山理事次長は言葉に詰まり、ちょっと席を外させてくれと一旦退席。数分後席に戻るも昔の思い出がキュッと込み上げて気持ちを落ち着かせたいんだけど、と大粒の涙をこぼしかつて最大の公的主だった春日野の死を惜しんでいた。百九十一年十一月。 四重法賞受賞。クライマックスは1992年に1月場所、理事長最後の場所でおいであり孫弟子にあたる高花だが、初優勝、実定大関、高野花の初優勝時の計らいと違い、理事長として堂々と自らの手で、天皇支配を孫弟子に授与することができ、夢のまた夢と語って、理事長の優秀の美を飾った。この時感極まって、涙を流しており、 鬼の目にも涙と言われた。NHK の大相撲中継で解説を務めていた。では二は嬉しさや最後の支配を意の手にと呼んだ。定年直前であった1993年1月場所後に自身の双子山の年寄り名跡を実定の高野花が持つ藤島と交換し、同年3月に相撲協会を定年退職した。この際、それまでの双子山部屋は、 富士島部屋に吸収される形での、いわゆる、逆さ合併が行われたが、双子山部屋の看板自体は存続した。退職後は、相撲博物館館長に就任するが、1996年9月に、双子山の上渡金およそ3億円の申告漏れを指摘されたことで辞任し、相撲界から去った。現役時代のライバルが、歓暦前後で、次々請求し、 またで主として手をかけたまってい高花も2005年5月に55歳で先立たれてしまったが、自身は65歳の定年を無事に迎え、横綱経験者としては鏡里を抜いて、長寿第2位となった。現在は土地の海が若野花を抜いて、長寿第2位となったため、第3位となっている。なお、鏡里と土地の海は自身と同様に、青森県出身である。 双子山部屋第一号の関取だった双子だけが、年寄り、荒磯として、定年を迎えた、祭のパーティーでは、私は多くの弟子を育て、その中には師匠になった者も多くいるが、無事定年を迎えたのはこの荒磯が初めてですと、コメントしている。2010年9月1日、東京都新宿区の慶応義塾大学病院で、人細胞癌のため死去。82歳5ヶ月だった。 ちなみに、横綱最高齢記録は、初代、梅形にの83歳3ヶ月没で、あと9ヶ月生きれば、初代梅形にを超えて、史上最高齢だった。同年に起きた大相撲野球賭博問題の新郎も、あったという。長男を亡くした後から、霊友会に入信しており、他の花大地族も神徒であるという。2010年9月4日、通の当日に、初代、 若の花の棺を乗せた霊柩車は、旧倉前国技館跡地と、両国国技館を回った。両国国技館では日本図撲協会幹部と、全幕内力士が霊柩車を出迎えて一礼した。その後、霊柩車は、葬儀会場の宝泉寺へと向かった。葬儀が2010年9月5日に、宝泉寺で行われた。出館の際には、若の花や、さようなら、 若の花の掛け声をかけた600人のファンに見守られながら別れを告げた。その後若の花監視は新宿区の落合斎場でダビンに付された。法名は高志正臨尺春道。若の花は自由奔放な振る舞いでも知られており、一般の新聞紙や専門の文献に限っても、その種の逸話はいくつか確認される。特に実定。 高の花に対する理不尽かつ苛烈な指導は有名である。ありがとうございます。